福島第一原発の東京電力社内事故調査委員会は、先ほど最終報告書を公表しました。事故原因について、津波の想定に甘さがあったと言わざるを得ず、津波に対する備えが不十分であったことが根本的な原因と結論付けました。また、福島第一原発からの全員撤退の指示があったとされることについては、改めて否定しました。さらに当時菅総理が東京電力本社に乗り込み激高したことについて、多くの職員は憤慨し虚脱感を感じたとしています。吉田前所長は、菅総理は極めて高圧的な態度で怒り狂ってわめき散らしている状況だったと証言しています。